はい、こんばんは、山亮です。ということでですね、今日は急遽、ちょっと久しぶりにね、メイン動画の方で雑談形式でね、上げてると思いますけどね、今何かと言ったらですね、タイトルに今あります通り、西園寺鉄道ね、参加してきましたよということでございます。まあ、うちのチャンネルのね、登録者の中で、結構鉄道関係じゃない、以外でね、知っていただいている方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しておきますと、大阪とか、ね、京都の方を、中心に活動されている、鉄道系 YouTuber の方で、西園寺さんという方が、ね、いらっしゃいます。大学生の方なんですよね。同志社大学でしたっけね。そうそうそう。頭いいな、すごいなって思いながらね、見てましたけど。で、その西園寺さんが、水間鉄道さんっていう、これね、大阪府の貝塚市っていうところにある、鉄道会社さんとなんとコラボレーションして、あれなんですよ。鉄道をね、一日、西園寺鉄道って、鉄道会社を、貸し切ってしまってですね、イベントをやりますよっていうことで、ね、朝の10時から夕方の5時まで、もうまるっと鉄道会社をジャックしちゃうっていうね、すっごいイベントやったんですよ。で、それに参加をしてきましたっていうことでございます。ですのでね、今ね、私もね、貝塚市にいます。そう、もうね、その日のうちにね、帰るかどうかと思ったんですけどね、いっぱしね、まあ私もね、一応動画の撮影とかをやってるわけでございますから、まあね、1日目もあって、多分ね、うちの企画だったらね、2日分ぐらいの企画を作れるのは、大体ね、ターミナルの端っこを取って、駅の間を歩いて、で、あとはね、駅構内にね、ある名所案内をね、完全制覇すればね、大体これでね、まあ大体ネタはね、埋まりますからね、ということでね、やっているわけでございますけど、まあちょっとね、水間鉄道さん、ちょっと想定外だったのは、駅構内のね、名所案内がめちゃくちゃ細かい、案内が丁寧で、無人駅のちょっとしたね、駅のところでも、全部ね、名所案内あるんですね。これはね、ちょっと想定外だったら、多分ね、明日でもね、多分回りきれないなっていう、結構、いろんなところが書いてあったんで、今日ね、ちょっと回れるところは回りました。設置後とかね、行ってきました。西園寺さんもね、ライブとか、特急西園寺号の中でね、ちょっとお話をされてたらしいですけど、設置後、地獄塚でしたっけっていうね、塚があるっていうのでね、一応ね、私もね、動画撮影してきました。そっちの方まで、ね、足運んできましたんで、その動画とかはね、また後ほどね、おいおい、多分お盆ぐらいに公開できるんじゃないかなと思ってるんですけどね。そう。で、撮ってきたらね、いやー、いいイベントでしたよということでございます。それがあってね、ちょっと今日はね、金曜日のね、夜からね、車を出してきたわけでございます。まあ、いくつかトラブルはありました。もう私のね、完全なミスなんですけど、名阪国道からね、乗ってきて、ずっとハリインターの辺りまで来てね、ハリでちょっと休んでから行こうとしたんですけどね、ハリインターまで行ったところで、なんと、ETC カードをね、家に置いてきたことに気がつきまして、ですのでね、今日、この後ね、帰りもね、下道強制なんです。上の道が使えないというね、これはね、ちょっとね、やらかしたなと思うんですけど、うん。まあ、そういうこととかもありながらもね、そう来て、でも前の日入りでね、岸和田の方でちょっと前の日は、満喫で仮眠を取って、関係あるクラブさんで仮眠を取って、朝の6時ぐらいからね、6時過ぎから動き出して、で、まあ、7時前にはね、貝塚市っていうところに入りました。まあ、岸和田と泉大津の間、まあ、ですから、大阪と関西空港がありますよね。あの間のちょっとかなり関西空港寄りのところだと思ってもらったらいいと思います。そう、もう隣がね、すぐ関空で、ここもね、どっちかというと関西空港のお客様を見込んだビジネスホテルらしいですけどね、そうそうそう、場所は貝塚市のホテルなんですけどね、ということで、来ておりますけどね、で、そう、何が良かったかというと、まあ、とにかくね、イベントが、ね、盛りだくさん、ちょっとね、写真とかすみません、撮ってらしいなんでね、あれですし、本当ならね、こういうのね、ライブ放送やれって話なんですけど、すみません、チャンネル登録者数1000人未満だと、モバイルでね、配信ができないっていうね、YouTube の規約がございましてね、残念ながらちょっと、モバイルのね、ライブ放送ができないんで、ちょっとね、撮って出しっていう形にさせてもらいますし、まあ、ちょっとね、編集もできないんで、そのまま本当に、垂れ流しみたいなね、感じになってしまうんで、それはちょっと申し訳ないなっていうところなんですけど、なるべく要点をまとめて話そうと思ってたら、もう5分も喋っているっていうね、このある人までございますからね。この前なんてね、ノンストップで5時間延々と喋り続けるというね、
ライブ放送もやってましたけどね、夜中の3時までやりましたからね、そう、まあそんなこともやってまし、してますけどね、そう。で、まあ私もね、朝一から入ってね、そう、いろんなね、ちょっと作戦とか練ってたんですけど、まあ今いろいろと失敗がありまして、本当はね、そう、イベントっていうのはね、水間鉄道を貸し切って何をやるかっていうと、朝の10時からまず夜の17時まで運賃解放って言って、こんなことは聞いたことないですし、鉄道業界の用語でもないです。運賃解放なんて言葉はないです。あるのかな、聞いたことないですけど、要は全部タダにします。運賃タダにします。これは普段乗られている方も、その観光で来られた方も全員無料で電車が乗れますよっていうね、運賃解放っていうのを行いました。これがね、やっぱすごい成功でね、まあ、私もね、それもあってね、こっちの方が来たわけでございますけど、で、それとね、あとはね、なんていうか、検車区って言ったらいいのかな、いわゆる車庫、車庫を開放して、いろんなね、車掌体験ができたりとかね、いろいろとね、普段入れないね、鉄道の敷地の中とかも入ってきました。これもね、私もちょっと撮影させてもらいましたけど、楽しかったです。意外とね、やっぱね、お子さん格好ってでもすごいですよね。西園寺さん そのファン層ってやっぱ10万人いるとすごいなと思ったのが、もうね、8歳9歳ぐらい小学生のね、男の子女の子のお子家族連れから、もうね、本当に結構30代40代50代ぐらいの方もね、普通にねいらっしゃったんでな、やっぱり幅広い年代の層の人にね、人気なんだなっていうのもね、改めて痛感させてもらいましたけどね、いやすごいなと思いながら、で、そうな感じのイベントで車掌体験とかができたりとか、でも私もね、ちょっとね、マイク放送とかさせてもらったりとかね、本当ならね、スターステージの登録とかって、ようスターステージチャンネルの登録とかって言ったのかなと思いましたけどね、さすがにね、他チャンネルさんのね、やつでね、そんな、ね、やことやるのもね、まあ、ある意味そういう炎上ぐらいさせろやっていうね、言われそうなんですけど、そうでね、ちょっとやらせてもらったりとか、ちょっと開閉のね、やつとか、やっぱね、いざやってみると難しいですね。まあ、またね、そのあたりもね、動画でまとめてできたらなと思いますけどね。で、いうのがあって、あとね、イベントグッズの販売とか、やったりして、あとね、一番の目玉だったのが、特急西園寺港っていうね、まあ、普段はローカルで言うと、いわゆる、養老鉄道、伊賀鉄道に近い感じのイメージだったんですけど、使ってる車両も東急の車両でしたし、養老鉄道よりは伊賀鉄道と、四日市アスナロー鉄道を足して2で割ったような感じって言ったらいいかな。そんな感じでしたね。アスナロー鉄道みたいにちっちゃくはないですね。車両は東急の車両ですから、大きいんですけど。ね、っていうようなところで、まあ、結構、人口の多いところをずっと沿線、その水間寺っていうね、水間観音さんっていうね、観音さんがある、お寺までの貝塚の市街地からそこを見つつ、市内の間で、ね、完結しますからね、っていう、路線のところを、実はね、ですから全部普段はね、各駅停車の電車がね、ローカル電車がトコトコトコと、走って、全部の駅に止まってねっていう感じなんですけど、この日だけはね、ノンストップ特急をね、走らせるっていうね、すごい筋を引いたわけでございまして、今筋引きって言いますね、そういうダイヤを組むっていうんでね、そういうこの時間にどういう電車がどうやって走っていくかっていうのを斜めの線でこう書くんで、そうするとひし形のダイヤが出来上がるんで、それでダイヤグラムでダイヤっていう言い方をしたりするわけなんですけど、鉄道用語で、これは鉄道用語ですよね。でそのダイヤの組むのにその、線引きっていうんですね、そういうのを臨時で組むのを線を引くっていうんですよ。で、そのね、線引きでね、ですから、普通の各駅で公園になるようなところで、ここで交換して、どこでしたっけ、名護市か、名護市のあたりで交換してとかっていうのを、ノンストップでピョーって行くっていう、すごい特急列車を、4本ですね、2往復4本走らせるっていうのがあったんですけどね。残念ながらね、ちょっとね、私ね、まあ、作戦はね、悪くなかった。朝の7時くらいから行って、10時から物販開始やから、ね、で最初の列車っていうのが、その特急列車が、開花の方を10時7分か 10時に、10時過ぎに出発をして、到着をして、それが水間観音駅っていうね、貝塚駅と水間観音駅があって、その間こうずっと走ってるわけですから、で、10時7分にわーっと乗ってくるぞと、でその人たちが10時、半ぐらいにね、水間観音駅に到着して、でまたわーっと買ってって言って、でまた、1時から発車する特急列車に乗ってこうやって移動するみたいなね、感じの想定だったんです。ですから、ただ、物販の開始は10時スタートだったんですよ。ですから、これ10時7分ですから、
じゃあ先に晩割りしとこうということで、朝の6時から起きてですよ、岸和田を出て6時半ぐらいに、次に、岸和田出て7時過ぎぐらいに、6時50分にはだってあの岸和田のね、タコ観音、タコ地蔵だ、タコ地蔵っていうね、駅があるんです。その貝塚の一つとなり岸和田市になるんですけどね、そこに車止めて、そこから電車行って、もう貝塚のあたりはね、あの駐車場いっぱいになるかなと思ったんで、あえてね、一つ外して、で、安かったんですよ、そこね、300円とかで止めれるんで、1日ね、じゃあいいよって、そっちに乗って、で、往復ね、南海鉄道さんでもちょっと貢献をしてというような中でね、で、またいい駅員さんにも会ったりとかあったんですけど、で、そこでね、貝塚に行って、やると。ですから7時から行くんで、まあ、当然、あですから、ここは無料じゃないです。朝の時間帯とか夕方の時間帯、5時以降は有料になるんですけども、それはね、いいですよ。だって片道300円で収まりますからね。で、それで乗ってって、で、朝一で、これまではね、よかったんですよ。ただね、私ね、ちょっと見余ってたのが、まあまあ、その時点でね、まあまあ、列もできてたんですけどね、ああ、なるほど、まあでもね、列でずっと並んどってもね、あれですし、んで、そこでね、水間観音のね、観音さんにお参りに行ったんですね。これが、吉と出たか、京都と出たかっていうと、まあ、微妙に、やっぱり京に出たんですよね。結局、それで観光して戻ってきたら、もうね、水間観音さん見ておって、で、結構ね、あの、滝のところでね、ゆっくり休んじゃったんですよね。そう、あの滝があるんですよ。これあたりとかもあれですかね。でもね、一つだけね、良かったことがあって、あの、水間観音さん、今回、その西洋寺鉄道さんに出た方、水間観音さんね、どれぐらい行かれたのかなっていうのは、わかりませんけど、まあ、結構な方は行かれたみたいですけど、実はね、あそこ、入り口の下の方に、西洋寺さんの限定動画の、にアクセスできる QR コードがあったので、どれぐらいの方が、あれ、お気づきだったんでしょうね。あの、気になったんですけど、私がね、朝一で行って見た時には、まだね、再生数が3だったんですよ。で、コメントも入ってなかったんでね、ちょっとコメントもね、書かせてもらったりとかしましたけど、ね、大体ね、あの、イベントにいた方、なんか青いマスクして声を取った不審なおっさんです。私です。そうです。ということでございますね。で、そう、だから、あれ、3再生しかない。だから、限定公開で、だから普段の動画と違って公開されてないんですよね。だって、西洋寺さんのところですか、公開されてね、3再生でね、拾うっていうのはね、あの、よっぽどのピンポンダッシュですよ、本当に。ね、開始1秒、2秒じゃもう無理じゃないっていうくらいのね、勢いでバッと再生入りますからね、うちのところとは違います、負けでございます。ね、1週間経っても再生数が3に届いてない動画がどれだけあることかということはね、置いといても。で、で、そんなことはいいんだ。で、そんな感じで、ね、動画もあったりして。実はそれで朝一で見とったら、それのところでね、その水間観音の滝のところとかね、紹介がね、あったんですよね。これのあたりとかはね、まあ、軽くは言っていいですよね。うん、ということで、それでね、そこのところを回ってね、私も撮ってたんですけど、そのね、滝のところってのはね、まあ、滝には行かれた方は結構多いんじゃないかなと思いますけどね、朝一行ったらね、誰もいなくてね、めっちゃ涼しかったんですよね、あそこ。あの、日陰だし、マイナスイオンは、ね、前から後ろからマイナスイオンをバムサクサク出てる場でね、私ね、20分くらいそこでね、ボケーってね、あー、気持ちいいって、あの、やっておったらね、戻った時にはもう大行列、あ、しまったって、もうチケットが、あの、ね、あの、の予定数超えてしまってます、みたいなね、案内とかも出ておったんで、あー、やってしまったと。何のために朝一から行ったんやっていうことだったんですけどね。そう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 。でもうね、そう、9時半ぐらいになったら、もうそこだったですね。あ、そうか。で、そこにたどり着くまでに、ちょっとね、駅間散歩とかね、ちょっとね、手前の駅で降りて、あの、セブンイレブンでちょっとね、あの、IC カードのチャージとかもしたかったんで、チャージをしたりしの、飲み物買いのとかやって、で、そのままちょっと歩いてね、先にちょっと散策をして、地元のね、足慣らしをして、まあ、それが後半には生きてきましたし、多分明日の撮影にはだいぶ生きてくるかなとは思うんですけど、で、やっとって、ですから8時半ぐらいだったっけ、着いたのはね、9時前ぐらいだったかな、水間観音に着いたのが、ですからね、まあ、その時点ではまだね、まあ、ちょっと何度なぐらいだったんですけど、
いや、あそこでちゃんと素直に並んどけば、普通に特急最後の方にも乗れたと思いますし、予定通りにね、行ったかなと思うんですけどね、まあ、結局ね、もうそれでいう感じだったんで、比較的ね、先手ってね、もう先に観音様のお参りもしましたし、でもうちょっとその、物販の方はもう、特急の方、とりあえずまず1本目はちょっと諦めるとしてって思ってたんですけど、とにかく人がすごかったんですよね。まあ、ちょっとね、ある程度ここで押さえかけないとあれかなっていうね、ぐらい最初はね、まあまあ大丈夫だと思ってたんですけど、まあ どのあたりでどう加味するか分かりません。基本的にはイベントの参加の方に関しては、これは一応コンプライアンス的なところね、話をすると、イベントとかそういった観光のところで、そういった動画の撮影とかがありますよという前提のところに参考している方に関しては、肖像権っていうものの対象にはならないっていう、一応法律でこれはね、決まってるところに入ってるんですよ。うん、ですから、京都にね、行っとったら実はテレビ局のカメラが来とって、生放送で映された肖像権の写真がだって、それはいやいや京都ですからねって、ね、いう話になったりするわけでございますよ。ね、それこそ二条城、清水の舞台のね、前でね、観光しておったらね、写真を撮られた、そんなところだ、みんな写真パシパシ撮ってるから、それ撮られるの決まっとるやろって。その中ではね、それでね、観光雑誌のね、人とかね、観光の人とかも絶対世界中から来てますから、それ何を言ってんだって話になっちゃうんで、そういうのは対象にならないんです。ただ個人の名前とね、あれが分かるようなものか、プレートとかね、住所とかそういうのが載ってる状態のものか、と一緒に写ってたりすると、これはまた、肖像権というよりは、個人情報の方のところに引っかかってくるんでね、そういうのとかあったりするんですけど、まあ、今回はそうないかなということだったんですけど、まあ、それにしてもちょっとすごい人だったんでね、いや、すごかったなということでございます。多分本当にね、想定の10倍みたいなね、話もちらっと出てましたけど、まあ、本当にね、その言葉通り、すごい人 でございましたので、私もね、結構予定を変更して、先にちょっと空いてたね、もう朝一でね、コラボのうどんを食べて、ちょうどね、朝のご飯食べてなかったんでね、そうそうそう、まだね、本当に最初の、だってね、チケットの番号が7番とかでしたからね、そうそうそう、あれでも投資番号だったみたいな、私、相当覚えて、先の方でパッと食べて、先にあれね、その車掌代券とかもね、あれもね、そんな全然行列できてなくて、もうスーッと入ってね、はい、どうぞ、撮影いいですか、いいですよ、って感じでね、やって、まあ、車掌代券が2人待ちぐらいでした、私が行った時間帯は。もう普通に上に登ってったら、ちょっと今2人お待ちいただいてるんで、その後ろで、あとでいいですかって感じだったんで、全然大丈夫ですよ、って感じで、入ってって、で、ね、あとはドアの開閉代券とかもできてね、それもね、まあ、先にちょっとね、お子さんたちがわーっと来たら、ね、何を先やって、先やってってね、もうおっさん一人ね、あれでしたけど、もう子供たちもね、わー楽しいってやってましたけど、意外とね、30何歳おっさんでも楽しかった、プチってね、そうそうそう、いいなっていうね、ボタン押すのってなんか楽しいですよねって、まあ、カチャンカチャンじゃなくて、ドアを下でね、ポチポチって押すタイプなんで、あれでもそうですね、いざという時にポンと開かないといけないとかってこと考えると、意外とね、ちゃんとスイッチの位置とか、難しいな、意外とって。いうこととかも分かったりしましたけどね、そうそう、意外とのパターンだけたりするのもね、結構コツがいるんやなとかね、へーっていうことを思ったりしながらね、やってて、まあ朝から、まあ、全部話したらもう私の動画のネタなくなっちゃいますので、あれですけどね、まあそんな感じでね、本当にね、楽しいイベントで、まあどっちかちょっとで、ね、電車もどっちもやっぱりね、すごく混んでてね、ちょっとあれですね、沿線の方にはね、ちょっとご迷惑かかったかなっていうね、感じはありましたけど、ね、やはりね、もう電車もずっとね、超満員だったんでね、私も途中でね、もうこの時間帯だったら空いてるかなっていう電車をね、名護市とかの駅のあたりでね、狙ってたんですけど、だからもう全然、もうすごい人だったんでね、その3密の前にね、やっぱしさすがにあんまりこんなところをね、好きじゃないんで、まあそれでね、よし、歩くかと決めてね、まあちょっとね、熱中症とか怖いくらいの暑さでね、帽子忘れちゃったんでね、ちょっとどっかでまた明日帽子買おうかなとは思ってますけど、まあでもね、よかったんですよ。それでね、結局ね、歩いとったらね、名護市じゃなくて、設置後か、設置後の湯、設置後でしたっけね、の湯っていうね、銭湯とかも見つけて、すごく良かった、その銭湯もよくて、ね、450円でね、何も知らんと言ったんですよ。あ、湯がハーフ、湯の文字に控えて、あれだ、名所案内に書いてあったんだ。ですからね、これはもうノルマだから仕方ない。
名所の中に、ね、そういった温泉が、銭湯がありますよって書いてあったら、これは消化しないといけませんからね。っていうのでね、行ってね、そしたら450円、安い。で、ケロリンの桶とかあったりね、よかったですよ。結構独特のね、風呂が2階にあるからね、脱衣場からね、1階で階段でわーっと上がってって、そっから下級してっていうね、面白い行動だったりとかね。で、ケロリン、桶がケロリン、ケロリンって、マジでとかってね。で、しかも天然温泉だったりとかしてね。で、お値段が450円、マジですかって、マジっすかって、めっちゃお財布浮いたし、おかげでそこでね、もうね、だいぶ済ましてもらってね、それで牛乳も飲んで、冷たい牛乳飲んで、万全で、他のところとかもね、回らせていただきました。いや、楽しかったですよ。結構いろんな出会いもありましたしね、結構ね、道中でね、いろいろ食べたりとかね、結構ね、地元の方ともね、情報をね、提供いただいたりとかね、しながら、動画の撮影ができましたんで、これは本当にね、良かったかなと思います。で、明日もね、ちらっと撮ってきて、ちょっとね、他のところとは違ってね、ちょっとね、もっときめ細やかな、きめ細やか、重箱の隅をつついたような、あれでね、水間、貝塚のね、魅力にね、さらに迫っていきたいなと思ってますんでね、まあ多分お昼過ぎにはね、さすがに、帰ってね、横丁の方に戻っていくと思いますけどね、まあ、ただ道中とかでもね、撮れたらと思ってますんでね、またよかったら、ね、そのあたりもね、お楽しみにしていただければと思いますということで、まあとりあえずね、本当に、さよりさんお疲れ様でした。いや本当にね、すごかったです。昼の3時、2時か3時くらいから、もう炎天下の中でね、握手会やってたんですけど、ずっとね、本当に笑顔でね、ずっと対応されていてね、いや、すごいなって、思いましたね。なんか私だったら絶対、グラ付きの部屋を用意してくれたまえとかって、そんなこと言うと見るかって言ったのに、年なんでね、意外と大変っていうかね、きついですからね、37歳だとね、なんてことも思いながらね、いや、でもすごいなって、ね、本当にね、視聴者さんもね、他の皆さんのおかげでできてますっていうのね、本当に生手で表、ね、手で表してね、されていたなっていうのかな。あ、やっぱね、さらにね、ファンになったなっていうところです。あとね、田中さんもね、キラリと見て、ちょっとね、キラッとね、声もかけさせてもらいましたけど、意外と朝日ね、実はみんながわーっているところをね、さささーってね、入って、あれ、田中さんがさささって入ってくなとか、見てましたけど、あれでしたね。まあまあまあね、そこでね、声かけたらまたね、わーってね、もう田中さんも今や有名人ですからね、そうです、そうです。ですからね、もうわーってね、なるやろうなと思ってね、私もね、そこはね、声をかけずにね、あって感じでね、見送ってましたけど、いやいやいや、すごかった、すごかった、本当にね、本当に暑い中ね、お疲れ様でしたと。で、ありがとうございましたということでね、次のこのね、チャンネルはね、まあ、先ほどから申してますと、明日もね、取材をしてね、もちろんね、明日はね、もうね、一日振り切ってパスね、もうね、先に買ってきましたからね、こんな感じでね、もう先にね、フリーパスも買っても、明日取材する気満々でね、もうお金はね、払ってありますんでね、そうそうそう、これで、後ろに、ね、日付を押しても、また使い始めるときに日付いいんだけど、ちょっと、押させてもらいますんで、金さんもお願いしますってことだったんで、あ、わかりました、ってことでね、で、先にも買ってきましたね、お金でね、もうバッチリということでございますと。いうことでございまして、またね、まあ、だいぶね、いろいろと回りましてね、私もね、言うてね、今日ね、ちなみにね、測ったらね、3万2000歩歩いてました。会員のね、GPS を使った会員の万歩計ではございますけど、3万2000歩ですよ。いや、歩きましたわ、久しぶりに。ということでね、ちょっと疲れましたんでね、ホテルなんでね、ふかふかのね、ところでもうこれ寝転んだら即だいぶ即私睡眠できる自信ございますので、ガチちょっと寝させてもらって明日に備えさせていただこうと思いますということでね、またよかったらね、こちらの方でもね、いろいろと、発信の方ね、さよりさんの動画はね、多分お盆過ぎぐらい、8月の中旬から下旬ぐらいになると思いますけど、一応ね、昨日、16日からうちのところね、スターステール総合チャンネル、毎日、動画の方、更新してます。今、東八百山駅からね、とんでもない企画、まだやってますので、東八百山、そう、皆さん行くね、西八百山じゃないよと、東八百山、でも、意外といろんな魅力ありましたんでね、
よかったらね、そのあたりもね、ご覧いただければと思います。あと、松坂関連はちょっと豊富にやってますので、よかったらぜひよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、この動画でもうすぐ30分、まあまあ喋ったな、ということでね、まあ30分以上喋ってもじゃないですかね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。